こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドのですね、中盤カメラ代表的なモデルになっております、ハッセルブラッド 500cm ですね、はい、非常にポピュラーで、はい、製造本数こう非常に出回っている数でも非常に多くの、数が出回っている人気モデルになっております。 500cm ですね。はい、こちらはですね、今回はレアなこのブラックのですね、ペイントモデルになっております。お探しの方も多いと思いますので、ぜひチェックしてください。はい、じゃあ外観から見ていきたいと思います。今回はご覧のようにですね、このレバーノブがですね、この露出系付きの巻き上げノブになっております。ご覧のようにですね、この塗装部分、金属部分に腐食、錆、汚れとかですね、見られない感じです。で、針側もですね、めくれたり剥がれたり変色したりとか、縮んだりとかしてないですね。非常に綺麗な感じです。三脚の取り付け部分の塗装もしっかりと、残っております。バックドアも汚れたり、この傷んだりしてないですね。シャッターも、はい、軽く、押さして、引っかかりとかないですね。はい。このシャッターチャージもですね、ガリガリしたりしてないですね。中身も綺麗です。はい。ウエストレベルですね。はい、こちらも黒い塗装ですね。ミラーも綺麗な感じです。はい。あ、ミラーじゃなくてルペですね。はい、畳み込み、立ち上がりに問題は、はい、ない感じですね。はい、こちらの、はい、スクリーンはノーマルですね、がついてますね。はい、変な書き込みとか汚れとか、ない感じですね。はい、まあ、ピント合わせにはですね、全く何もない感じです。まあ、通常中古だと思ってください。はい、まあ、ミラーの劣化とかないですね。非常に綺麗です。もちろんこちらは、交換できる感じですね。はい。あとはですね、こんな感じでしょうかね。はい。ボディのですね、仕様に全く価値はないと思っていただいていいと思います。でもって付属品がこちらの、はい、このカバーですね、をお付けいたします。はい。ということで、はい、ハッセルブラッドのですね、人気モデル 500cm ですね、はい、人気のブラックペイントになっております。でもって、巻き上げノブはですね、こちらの露出系付きのノブになっております。こちらはですね、きっちり動作してますね。はい、針が動いているのはお分かりいただけると思います。ただしですね、一応非常に古いですね、あのセレン式の露出系になってますんで、まあ、カラーネガとかですね、ラチチュードの広い撮影でしたら、全く問題ないと思いますけれども、ポジフィルムとかですね、露出のシビアなフィルムをお使いになるときには、単体の露出計をお使いになってください。この、こちらの露出計の数値のですね、ご不満での保証はいたしかねますので、一応ご了承ください。はい。ということで。はい、ハッセルブラッドの代表的モデル 500cm です。非常にいい状態の個体ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃調整を、ご希望いただける場合はオプションからお選びください。ということで、はい、ハッセルブラッドの人気モデル 500cm ブラックモデルになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。